今日は2019年、10月の10日です。10年前の標準医療は現在の標準医療にあらず、常に、最新の医療情報をアップデートしてください。本日は風邪の治療についてですけども、風邪っていうのは一般的に、ウイルス感染で起こってくる、特に多いのがアデノウイルスなんかのウイルス感染で起こってくるということで、まずは喉の粘膜に付着するということで、その粘膜の中の免疫反応として、くしゃみや鼻水、鼻づまり、なんかが起こってくるということになります。で、そういう形ではウイルスが起こらないようにということで、予防っていうのはもうこれはもう一般的に言われているウイルスが入らないマスク、それからまあ、人混みを避ける、流行期には人混みを避ける、それから家に帰ってからのうがい手洗い、それからやっぱり冬に風邪が感染するっていうのはウイルスっていうのはかなり乾燥に強いんでね、それから飛散しやすいということで、ある程度の湿度を保つということが大事になります。それで風邪の治療ですけども、治療に関しては大部分がウイルス感染なんで、抗生剤は特に細菌感染でない場合は効きませんね。だから、安静と水分補給、それから栄養の補給が中心になってきます、ね。それから熱が出れば解熱剤を使う、ね、頭痛があれば頭痛薬を使うというような対症療法が主になってきます。それともう一つは、日本で昔から使われた漢方薬というのも、これは風邪に対して非常にまあいくつかの免疫力を発揮して風邪を追い出すというような漢方薬がたくさんありますね。そういうのも有効に使えばいいと思います。でまず風邪っていうのは子どもさんにしろ、まあ免疫力の強い大人にしろ、ご老人の方にしろ、ウイルスと戦わなければならないんで、そのために体の安静と、それから水分補給はもうこれ絶対必要なんで、脱水になりやすいように必ず水分を、脱水にならないように必ず水分を取ってください、ね。それから食べれないって言っても、ね、少し温かめのスープなどの栄養のあるものも取っていただくということになります。それから熱があったり頭痛があったりして解熱剤を使用しますが、この熱というのも体の防衛反応なんで、一概に下げてしまうとウイルスである風邪ウイルスがそこで証拠を保つということになるので、あまり一概に下げるというのではなしに、まあ、ある程度の熱、40度以上の熱でなければ体にはそれほど悪影響は及ぼさないので、まあまあ許せる範囲、38度5分以上の熱になれば、少し解熱剤を使うかなというような形で、微熱程度で解熱剤を使うというのはやめてください、ね。それから抗生剤の使用ですけども、やはり最近は耐性菌の問題が起こってくると、特に私たちの婦人科の方ではですね、風邪になって抗生剤を出してもらうと、後で必ず外陰部が痒くなる、膣感じだ症になっているということがあります。これも膣の常在細菌層が抗生剤によって崩れてしまって感じだが起こってくるということになるので、まずは喉で急性扁桃腺炎、ね、プラークなんかがあって明らかに炎症を起こしているなと、あるいは抵抗力の弱い子どもさんや老人の方、何かで肺の疾患を持っている方、そういう方にはやはり抗生剤が必要かということで、使い分けて、抗生剤も使い分けて使っていただく、ね。なるべくは安静、それから補水、ね、脱水にならないように気をつけるということで、あとは対症療法というのがいいんじゃないかなと思ってます。それからよく言われる、風邪入ったらお風呂に入るのはどうしますかと言われていますけども、まあ
日本では一概に、まあ、熱が下がるまではお風呂ダメですよって言われる先生方も多いと思うんですけども、これはですね、まあ、日本っていうのは昔はそういう内風呂が少なかったということをね、外に銭湯に行ってた。だから冬の寒い間、ね、銭湯に行ってその間に体を冷やしてしまったらあかんと。で、あるいはその1回で体力を消耗してしまったらあかんというようなことで、お風呂は、ね、熱が下がってからねというようなことを指導してたこともありますけれども、海外では風邪ひいた時にはすっきりシャワーを浴びて体を清潔にして寝ましょうと、そうすると来る日には楽になりますよというような考え方もあるので、風邪をひいて汗をかいて体がベタベタするのであればさっと湯冷めのしないような形で、内風呂であればもちろんあまりのその体力を消耗するような熱湯っていうのではなしに、湯冷めをしないような、ね、短時間で、お風呂に入っていただいて、汚れを落とすっていうのは十分、考えられる治療になりますんで、ね、だから、こういうことも、ね、入浴もその時その時で、考えていただいたらいいんですけども、もう日本でも、ね、風邪をひいた時に入浴はダメというのではなしに、汗をかいたら汗を拭く、体を清潔にする、ね、それに対して入浴がいいのかどうか個々人で考えていただいて、安静を保って、風邪のウイルスを追い出す、ね、それがいいんじゃないかなと思います。特に、まあね、自宅療法なんかではお風呂入って、清潔にして、その後湯冷めを防いで、温かい生姜汁とか卵酒とか飲んでいただいて、寝るのもいいんじゃないでしょうか。それではですね、風邪の治療についても少しブログに書いてますんで、概要欄の方を参考にしてください。また何か、ご質問とかがあればコメントの方に書いていただいたら、全部が全部答えられるわけではないですけども、答えられる質問に対しては、ご返答をさせていただきます。じゃあ今日はここまで。